こんにちは、カオルミラ。はい、ということで皆さんお久しぶりです。じゃあなんか喋るのが久しぶりなのか。結構コメント欄見ると韓国旅行行くのいくらぐらい必要ですかとか、予算どれぐらい持ってけばいいですかっていう質問がね結構多かったので、先月私が6月10日から14日まで韓国旅行に行ったものをかかった費用すべてちょっとまとめていきたいと思います。でも私がこの間韓国に行った時は結構 YouTube のお仕事とかをもらって行ったので、ご招待だったりとかヘアモデルだったりとかもあって、実際に私がお金を払ったっていうものもあったりなかったりするので、まあ、もし私がそれを全額払うんだったらっていう体で価格を出していきます。じゃあ1日ずつスケジュールごとにお話ししていきます。まず1日目、着いた日は多分みんな動画見てくれたと思うんですけど、こちら そうですね、1日目はまあほぼなくなったって考えていいんですけど、チムチューバーに行ってきました。でそこのチムチューバーの、入場料が17,000ウォン、そしてそのチムチューバーの中で私はテンジャンチゲと湿気を飲んだので、テンジャンチゲが8000ウォンで湿気が4000ウォンでした。なので、まあ、1日目到着した日は合計が29,000ウォンです。そして次の日6月11日は、朝からスタイルナンダのカフェ、ピンクプールカフェに行ってきて、そこで私はケーキとかパンケーキを3つと飲み物を2つ頼んだんですけど、まあ多分みんな行ってそんなに頼まないと思うから、その適当にその平均的にね、飲み物とパンとかケーキを頼んだ時は、ケーキとドリンクで合わせて15,000ウォンって考えて、で、スタイルなんだではそこら辺、そんぐらい使って、その後セイチーズ。に行ったんですけど、セイチーズは3,000ウォン。で、その後にその日の夜ご飯が湯がねタッカルビで、タッカルビを1人分とチーズのトッピング、それから炒めご飯の追加と飲み物を頼んで、全部で15,500ウォン。なので2日目6月11日にかかったお金が33,500ウォンです。はい、じゃあ3日目の6月12日はと、朝っぱらからカルグクスのお店に行ってきました。カルグクスは、まあ、動画でも言ったんですけど4,000ウォン、ビビンパと冷麺とカルグクスセットで4,000ウォンです。その後いろいろ、まあ、撮影とかもあったんですけど、お昼ご飯にチュクミ、チュクミ1人前と炒めご飯2人前と飲み物を1つで、チュクミでは合わせて18,000ウォンです。で、その日はもう午後はすべて他の撮影があったので、まあ、その日かかったのはあとは交通費だけです。で、4日目。4日目も午前中は美容室、チョンダムドンってカンナムにある美容室に行ってきたので、そこもヘアモデルでやってもらったので、多分普通に行ったらチョンダムドンっていうのがすっごい一番韓国の中でも高い場所って言ったらいいのかな、まあ、青山とかそういう感じのイメージしてもらったら多分いいと思うんだけど、多分カットからセッティングとかしたら普通に30,000円超えだと思います。で、それからマカロン、私が行ったマカロンの店は1個2500ウォンだったから、私は5個のあのパックを買ったので12,500ウォン。で、その後また違う撮影とかがあって、夜にジャマイカチキンってあのでっかいの足のチキンの出前を頼んだんですけど、それが17,500ウォンでした。で、まあベラベラいろいろ喋ったんですけど、とりあえずね、まとめると食費が4泊5日で97,500ウォン、
それから移動する時の交通費は、私はバスと電車だけ使ったんですけど、タクシーとか一切使わなくて、5日間の間での空港まで行くのとかも全部合わせて23,300ウォン。そしてあとは購入品、自分の洋服だったりとか化粧品だったりとかは、その他の動画でも話したんですけど、化粧品が42,000ウォンで、洋服が150,000ウォンでした。そして大事な、宿泊費で、私は今回 SA ソウルレジデンスってところに泊まったんですけど、そこは私がスタンダードルームに泊まって、しかも平日だったんですけど、私が泊まった時は平日が1日11,000円で、週末が12,000円だったかな。でも多分時期とかによっても変動すると思うんで、まあ気になったところは問い合わせした方がいいと思うんですけど、私は3日間ソウルレジデンスに泊まったんで33,000円でした。飛行機代が17,000円。はい、それでじゃあ全部合わせていくらなのか。食費が97,500ウォン、交通費が23,300ウォン、購入品が洋服150,000ウォン、化粧品42,000ウォン、宿泊代が33,000円、飛行機代が17,000円で、これを全部足すと日本円で約81,280円です。まあこんな感じなんですけど、でもなんか多分スケジュールを考えたら、私めっちゃ本当に休む暇もないぐらいに移動し続けて、いろいろ食べたりもしたんで、多分みんな旅行に来ても私ほどは動かないと思うし、私ほどは量食べないと思うし、それからなんか宿泊施設をゲストハウスとか結構安いホテルとか使っちゃえば、全然ねもうちょっと安くなると思います。で、結構韓国旅行とか、まあ、海外旅行とかもそうなんだけど、飛行機代がね、時期とか週末とか平日とかで結構、ね、価格の差が激しくて、到着時間とか出発時間によってもね、結構変動が激しいので、そこら辺はもう本当にね、よく探すしかないかな。だから私は17,000円で飛行機取れたけど、同じ時期に普通に30,000円台、40,000円台とかも結構あるから、探せば安いのはある。どこが一番安いですかとかも結構聞かれるんだけど、なんかね、その時その時で一番安いのが違うから、本当にめんどくさいけど、ずっと探すしかないかな。できるだけ安く行きたかったら。まあ、別に、いいやってここは気にしなくてもいいと思うけど、そう、私も意外とね、安いのをひたすら探すタイプだから。でも気をつけてほしいのは、飛行機安いと、なんかこう、預ける荷物なんて、キャリーバッグの、重さがね、めっちゃ制限がね、低いところがあるので、そうなると、私今回そうだったんだけど、追加料金を払わなきゃいけなくて、超えると。それがね、割と痛いから、あ、安いここにしようって思っても、その規約みたいなのはちゃんと読んだ方がいいかな。で、結構多分みんなね、化粧品とか洋服とかもいっぱい買うと、ぎゅうぎゅうに詰めるとね、すぐオーバーしちゃうことがあるので、で、あとは洋服代も、私今回ほぼ夏物を買ったんで、夏物って結構日本でもそうだけど安いじゃん。だからこんだけで済んだけど、もし冬行ったりとかしたら、セーターとかとジャケットとかになると、単価が高くなるから、洋服もこれだけの量をこの値段では買えないとは思う。います。っていうことで、まあ私は多分ね、1、2ヶ月に1回ぐらいはね、韓国に行くと思うんだけど、まあその行くたびにその変動があると思うから、こうやって動画を上げていきたいと思います。そしたらみんなもね、結構、あ、いくらぐらい貯めればいけるなっていう、なんかその検討っていうか、想像がつくと思うから、まあ時期によって変わってくるんだけど、はい。ってことで、まあでもとりあえずこうやってまとめてみて一番びっくりしたのはさ、5日間こんだけ私が動き回って、交通費が、2330円ってすっごくない？日本だったら多分1日で全部使っちゃうレベルだと思う。食費もこんだけ食べて安いよね、4日間。はい、ということでまあこんな感じでまとめてみたんですけど、今回の動画がお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。それから気になることとか知りたいことありましたら、コメントに残しておいてもらえれば、私がこうやってちょっと整理して動画も撮りますので、コメントもよろしくお願いします。그러면、오늘여기까지。終わり。